1年より使用された菊水箱の束を平成26年大船箱復興時に譲り受け、修理修復をし以来令和5年の巡行まで大切に使わせていただきました。広く徳島の皆様にお声掛けいたしましたところ、ご賛同ご支援をいただくことができ、木材の乾燥も十分のこのタイミングに新調させていただいた次第です。そんなことやってたんですか。去年末から渋沢さんとしてお答えです。